秋月型護衛艦は海上自衛隊の護衛艦の艦級。オランダ坂型の朝鮮首労戦形を採用した最後の艦級で、また域外調達としてアメリカ合衆国の予算で建造されたことから建造費に余裕があり、護衛艦として初めて排水量を2000トンを超える艦となった。充実した対戦兵器と方向兵器とともに機関機能も備え、 四季五栄館とも通称された。建造単価は約34億円であった。なお、旧海軍においても太平洋戦争中に活躍した秋月型駆逐艦があり、一番艦が秋月、二番艦が正月というのも共通している。警備隊では昭和28年度計画で春風型を建造し、DD の国内建造を再開した。当時極端に不足していた。 正面兵力の数的増強を優先するため、昭和29年度計画では、苦戦艇などの小型船艇の建造に注力し、大型警備船は建造されなかったが、海上自衛隊発足後の昭和30年度より、再び大型警備艦の建造が再開されることになった。まず、昭和30年度計画より1700トン型警備艦の建造が開始された。 これは春風型の計画、設計、建造を通じて得られた知見を反映し、線型を拡大するとともに設計を大きく、刷新したが、対戦戦能力を拡充するのと引き換えに、方向兵器は妥協を余儀なくされ、予算要求、対外説明等では、非公式に対戦護衛艦と称された。また31年度計画からは、これと並行して、 1800トン型警備艦の建造が開始された。こちらは同様の設計ながら、戦型を多少拡大し、対戦兵器を若干減じて、方向兵器を強化しており、対空護衛艦と称された。当初計画では、昭和30年代初期に建造される DD は、この2タイプのみになるはずだったが、1957年1月、1957、 会計年度のアメリカ海軍艦艇建造予算による域外調達で警備艦2隻を建造する旨アメリカから通達があったアメリカ側は当初フレッチャー級駆逐艦に若干の改良を加えた艦の建造を日本側に行わせようと計画したが春風型以来の日本独自の艦艇建造が進められていた実績を踏まえてアメリカは資金面での援助のみを行い 計画、設計、建造のすべてを日本側に委ねることとなった。このように、域外調達による装備がアメリカ国外で設計されるのは極めて異例のことであった。同年3月29日の閣議決定に基づき、即日、日米政府間で契約が調印された。これは、日本政府が2300トン旧駆逐艦2隻を建造して1960年3月までに、 米政府に引き渡すことを定めており、その総契約価格は1868万ドル。米政府は出来高に応じて90%を支払い、残額は引き渡し時に支払うこととされていた。最終的に、一隻あたりの戦果は約34億円となった。先行する間と同様、基本設計は財団法人船舶設計協会に委託して行われており、 基本計画番号は、回1 0 5号とされた。なお本型は、船舶設計協会が設計を担当した最後の、警備官となった。特務官時代の、秋月。官備とオランダ坂の様子が監視できる二番艦、テル月綾波型、村雨型と同様に、いわゆる、オランダ坂を有する朝鮮首労型を採用しており、船体構造、船舶材料も、ほぼ同一である。 一方、戦火が許す限りで、大型の缶とする方針で設計されたことから、基準排水量にして550トン、長さにして10メートル大型化したため、極めて余裕のある設計となった。またこの余裕のある缶型を利用して、機関設備が設けられ、そのための硬室など一部区画が、上部構造物内に配されたことから、駆逐艦級としては、得意な大型の箱型構造となった。 なお、本型は、オランダ坂護衛艦の長尾を飾る、艦級となった。線形の拡大から居住性も改善されていて、戦闘区画のみならず、指令室や司令校室、艦長室、主管室など居住区の一部にも、戦闘区画とは別系統の冷房が施されている。また、冷戦真っ只中の醸成した、綾波型から実験的に装備された。 放射能人除去用の散水装置をはじめとした、対放射能人対策が本格的に施されていた。なお、機関業務のため、手記の構成は 30DDK や 31DDA におおむね類似するが、缶型の大型化に伴って、出力の増大が図られた。春、風型以来の蒸気タービン管で踏襲されてきた蒸気正常よりも圧力、温度ともに高められており、 圧力は 40kgfcm 温度摂取450度とされている。この蒸気清浄は、以後の護衛艦でも4隻の DDH を除いて踏襲されることになった。二動型水管ボイラーを採用し、蒸気発生量は85トン、地であった。また本型では、米ギアリング級に習って、前後部機関区画の間に6メートルの中間区画を挿入し、 高炭性を向上させるとともに、ここを燃料タンクとすることで、燃料搭載量の増加も図られた。これにより、航続距離は18ノット巡航時で約7800回りに、達し、30DDK の5700回りや 31DDA の6000回りと比して大幅に延伸された。なお本型は、操打装置として、水圧式電動装置方式を採用した最後の、 護衛艦であり、以後は電気式に移行した。電源としては、出力4 4 0ットの蒸気タービン主発電機2機と、出力1 2 0ットのディーゼル主発電機2機を搭載した。本型は、対空、対戦、対艦の各戦闘に対応できる、要、30DDK と 31DDA の並走を合わせ持ち。 それらの艦の対戦能力を強化した汎用護衛艦となった。アメリカ海軍の新衛艦であるホレストシャーマン級駆逐艦にはやや劣ったものの、欧米各国で収益中であった放送型の汎用駆逐艦の中でも有力な広域防空能力と対戦戦能力を備えていた。本型は共同艦として強力な指揮、統制能力を備えており、 四季護衛艦とも通称された。司令部区画の床面積は自衛艦隊機関として設計された雪風と比して2倍弱となる118平方メートルを確保した。また通信設備も充実しており、基本用目仕様では送信機6から8台、送受信機8から10台、受信機20から25台、暗号機3から4台、特殊通信装置とされていた。 これらの通信装備は第1.2の2つの電信室に分けて装備されていた。レーダーは基本的にムラサメ型のものを踏襲しており、対空捜索用に OPS-1、対水上捜索用に OPS-5 といずれも国産化されている。これらはいずれもアメリカ製のレーダーをもとに国産化したもので OPS-1 は春風型越え艦用に入手した案。アン SPS-6, OPS-5 は同じく AN-SPS-5 をベースとしている。一方、ソナーとしては AN-SQS-4 ファミリーが初めて導入された。AN-SQS- 当初は両艦ともに AN-SQS-4 を搭載していたが、秋月は1969年2月、8kHz 帯に対応した。 SQS-29J に、テルズキも1970年3月 14kHz 帯に対応した案、SQS-32 に換装した。当初、テルズキは案、SQR-8 攻撃要素ナーを搭載していたが、これは SQS-32 の搭載に伴って撤去された。また1968年から1969年にかけて、 可変深度ソナーとして、テル月に丘一 a が、秋月には丘一 b が後日装備された。方向兵器システムについては、ムラサメ型と同じ五十四口径十二点七センチメートル炭装砲を3機と、五十口径七点六センチメートル連装速射砲を2機の組み合わせが採用された。放射撃式装置についても、五インチ砲用は直視式のマーク57、 3インチ砲用は、射子式のマーク63モッド14と、やはり同じ組み合わせであるが、このうちマーク57は国産化されており、戦後初めての GFCS の国内生産例となった。対戦兵装には、米国から新たに供与されたマーク108、ウェポンアルファ 324mm 対戦ロケット砲を搭載した。マークは、 当時最新鋭の対戦前投げ兵器で第二次世界大戦中に大量建造された駆逐艦をフラム改装する際に搭載されており、かねてより米国に対して供与を要請していた新鋭兵器であった。その他にもヘッジホックマーク10大戦迫撃砲や65式53センチ4連装魚雷発射艦砲 -401 マーク2単魚雷を落ち射、機、 55式爆雷投射機爆雷投下機場など充実した兵装を有していた。これらを指揮する水中攻撃式装置としては、アメリカ製のマーク105と似て、非なるものとして SFCS-1 が開発されて搭載され、後にソナーの探知距離延伸に伴う改造が施されて SFCS-1C-1 に発展した。 しかし機体の新兵器として導入されたウェポンアルファだったが、整備の複雑さや信頼性の低さといった問題が露呈し、アメリカ海軍での使用は短期間で中止された。日本でも艦によっては収益以来まともに発射できた記録がなかったとされており、本級でも1972年以降の特別改装時に71式ボフォースロケットランチャーに換装された。またこの際に、 単魚雷落ち射機も68式3連装を単魚雷発射艦に更新された。これと合わせて水中攻撃式装置も、デル月では SFCS-1C-5、秋月では SFCS-1C-6 に換装された。なお、米艦赤時の船体番号は、アメリカ海軍のチャールズカイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の計画当初のものに連続したもので、ある。 秋月は1960年2月13日、テル月は同年2月29日に竣工し、それぞれ秋月が DD-960、テル月が DD-961 としてアメリカ海軍席に入れられ、即日海上自衛隊に供与された。これらはまず、完熟訓練のため2席揃って横須賀地方隊に編入された。その後、 1961年9月1日に発動された自衛艦隊の大改編により護衛艦を集中運用する部隊として護衛艦隊が設置されるのに伴い秋月は自衛艦隊、テル月は護衛艦隊に編入されそれぞれの機関となった。1963年3月30日にテル月が衝突事故によって2ヶ月余りの間戦列を離れる。 こととなり、また、同年4月1日付で自衛艦隊司令部が陸上部隊化したことに伴い、秋月が護衛艦隊機関とされて、以後1985年3月27日まで23年間の長期にわたってこの任についた。また、テル月も第1、第4護衛隊軍機関を歴任している。両艦とも老朽化と新型護衛艦の拡充により、 練習官や特務官に変更の後、1992年1993年に相次いで除籍された。海軍横須賀刑務所終盤で、海軍横須賀番外地本家文献隊が、上海事変に出動するシーンの撮影に、秋月とテル月が使用されている。ゴジラ VS キングギドラ1944年のマーシャル諸島ラゴス島における、 バイオア級戦艦の艦上シーンの撮影に特務艦、秋月が使用されている。同世代艦。ありがとうございます。